はい、こんにちは。ペソでございます。今回、ファミスタですね、初代、ちょっと、やっていこうかなと思いまして、実況させてもらいます。あ、始まってしまったんで、スタートしましょうか。で、せっかくなんでね、他の動画でも上げてるように、ちょっとタイタンズから、ゲームやっていきましょう。で、このゲーム、パスワード入れないと、ナムコスターズからのスタートとなりますんでね、順繰りで、ちょっとどこまでできるか分かんないですけど、やってみましょうか。さあ、初代ですんでね、結構、85年の優勝した時の、メンバーが揃ってる打線ですよね。今、真弓さん、ピッチャーライナーでしたけど、で、吉武ですね、左の。まあ、この後、セーブいっちゃいましたけどね、この引き方。というか、タイミング合ってないな。あー、当たった。で、バース。そうですね、3割5分、4厘。50本ですね。ああ、外もいっぱいなんですけどね。でも、まあ、タイミング合ってないですね。よいしょ。これは上げすぎか。ああ、ギリギリ入る。パワーで放り込んでしまいましたね。で、掛布、よいしょ。ええ感じでライナー飛んだんですけどね。さあ、そしてナムコスターズの1番はマピーですね。はい、サードフライ。これバロンって誰やったかな。で、ファイカ。紹介する前に1回終わってしまいました。で、阪神の方ですね、5番、岡田。どんでんですね。あ、どんでん、いい当たりしました。おお、さすが。さすが日本一になった時の打線。あたりは飛びますね。で、佐野さんですね。まあね、どっかの実況の方も言ってましたけどもね、伝説の3連発の後のショートゴロですね。で、平田さんですね。しまった。ボール球振っちゃった。で、木戸さんですね。何気にPL 出身の木戸さんですね。おお、いい感じでセンター抜けてきました。よっしゃー、これで3点目。ピッチャーですね。池田さん、確かね、近房さんっていう名前だったと思うんですけどね。あ、これも同じ感じで。よいしょよいしょ、池田にもヒット出ましたね。三塁間に合うの？あ、間に合う、間に合う。で、真由美さん、よいしょ。あー、内角。打ち上げた。ああ、だめ、吉武も打ち上げてしまった。
焦ってボール球を打ってしまう。でナムコスターズですね、4番はあのもちろんこの方パックマンですね。なんか後期のファミスタとか見てましたらベラボーに打つ選手になってましたけどね。でニャムコですね、これあれですね、あのマッピーに出てくる今でいうあのブサネコのブレに入るやつですね。でギルで、ギルはあれですね、あのドラガン等に出てくるあのナイトの主人公ですね。あ、ええ感じですね、ノーヒットですね。よいしょ、バース流し打ちでセカンド、あーギリギリ間に合いますね。やっぱ足遅いな。あー振ってもうた。あー全然タイミング合わない。よいしょ、あー今度は掛布は引っ張って強打ですね。3でいけるかな。で岡田さん、よいしょ、先ホームランでしたね。今度は岡田さんらしい引っ張りのバッティングですね。で佐野さん、あダメダメダメ、よいしょ。でちょっと代打出しましょうか、柏原さんですね、純一さん。この人もあれですね、あの日ハムで4番打ってた人ですね。というとかのライトへ、打線つながるなぁ。で、あー変えよう思ったら木戸さんも変えちゃえ。誰行こうかな、広田さん行きましょうか。優勝投手はね、広田さん序盤ずっと2番打ってはったんですけどね。でピッチャーの池田さん、よいしょ、あこれ落ちる、面白い面白い面白い、2本目のタイムリーになった。で真由美さんでとどめ、あーダメか。3回で8点取りましたね。よいしょ、インテって誰かな。でラリー X はあれですね、ゲームの名前ですね。唯一キャラクターで X の文字が入ってるという。で PP、 これは PP ですね、ポールポジションの略らしいですね。間に合う、あ間に合わなかった。でマッピーさんですね。あこれ同時押しの速い送球もないけましたね。よいしょ、おお吉武さん流し打ちで外野抜けてきました。さあコールドにしたい、バス、よし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 、9点目。なんかさっきと同じ流れ、バースの3塁だ。でピッチャーもうボロボロですね。さあかけふかけふ、よいしょ、あいただいちゃいましょう。あ抜けました、抜けた抜けた抜けた、よしこれで2点入る。10点目、11点目、3塁いけるか、よしよし、中継とらなければ大丈夫ですね。おい、
これで12点入って後押さえればホールド、あーボールダム振ったよいしょ。狙い撃ち、これで広瀬さんよいしょ。上げてしまうな、どうしても。さあ4回裏ですね。おお、まともにストライク入れてしまった。まず外面のカーブボールで、インコースのストレートよいしょ。おー、上げた上げた上げた。これで勝ちました。初戦は12対0のコールド勝ちです。じゃあまだ時間あるんでそのまま続けちゃいましょう。スパローズですね。で先発はどっちか使うとちょっと片方次の試合使えなくなるみたいですね、このゲーム。遠山さんも懐かしいなぁ。ねえ、ロッテ行ってバッターになってまた阪神にピッチャーやりましたもんね。あららら、食っちゃった。全然当たんない。おいしょ。カットカット。よいしょ。あー、上げてしまった。おー、セーフ。タイミングがさっきから全然合ってない。あー、ボテボテになってしまった。さあ、バース。このカーブ振ってしまうな。よいしょ。これいったでしょ。おー、場外ホームラン。意外とね、この右打ちを覚えてね、覚醒したっていうのを本人言ってましたからね、当時。日本シリーズでも西武球場にライト側にホームラン打ちましたからね。よいしょ。あー、かけ三振。栗山さん、現日ハム監督ですね。あー、間に合わない。仕事人のテーマソングにある若松さんですね。よしよし。でレオンですね。お、なんとか初ヒット打たれましたけど抑えることができましたって言ってる間に岡田さん打ち上げた。で佐野さん、さっきはいい当たり、いいヒットね、何本か打ちましたよ。よいしょ。これ切れる。あーすごいカーブ。平田さん、あー早い早い、今度はスローボール早めに振ってしまった。うん、ボール球か。お、杉浦さんですね。
て、おお、巨人、阪神にも来た広沢さんが、まだこの時かな、ルーキーだったの。で、この人ですね、スミさん。普段全然ね、打たないのに、なんかすごいとこで打つ、なんか勝負強い人っていうイメージありましたけどね。よし、このザルな守備が。さあ、普通の野球のセオリーで打ったらバントなんでしょうけどね、私しませんよ。で、ここで三塁で、ランナー三塁で、まゆみさん、よし、ライト線。ライト線のツーベース、これで2点目。よしよし、竹さん続け。おお、あれストライクかい。よいしょ、あーダメダメ、あい、あー取るんかよ。八重樫さん、この頃のキャッチャーね、八重樫さんでしたね。すごい、おお、オープンスタンスのね、バッティングフォームで僕好きでしたけどね。と言ってたら、なんかボール取れてなかった。よいしょ、間に合うか。打球が遅すぎて。よし、打ち上げた。おい、危ない危ない。あー、このコース振っちゃうねー。よいしょ、これいったでしょ、2打席連続。あ、2打席連続じゃない。あー、そうですよね、2打席連続ですよね。そう、ホームランっていうのがちょっと悲しいけど。よいしょ、加計さんもつけて。これはさすがにちょっと上げすぎか。うん、後が続かない。お、これよ、届く届く届く、おお、届いた。ホームラン全部ソロホームラン。あまあ、なんとか2点取りましたね。 4-0 ですね。若葉さん、よし、ナイス送球。まあ、あとヤクルトの打線はこの人気つければ。あ、そうか、杉浦さんもいましたね。この2人ですね、レオンさんと杉浦さん。よし、あー、ダメ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 、ライト前に落ちてしまった。あれ取れなかったのはきついな。あ、ピッチャー帰ってきた、荒木さん。甲子園のアイドルだった。ああ、代打出せない。ポンポン投げてきて、受けるかな思ったわけだな。よいしょ、淡白な攻撃。まあま
たばっかりですからね、あのピッチャーに代打は出せなかったですね。あー、ダメダメダメ。足速いな、やっぱり栗山さん。富山さん見解。うーわ3点目入ったんで交代します。ここで落ちる球、おお危ない危ない。そうですね、私も打てないいうことはコンピューターもこのコースはやっぱり打ちにくいんだ。やっぱりそうですね、今発見した。おお、荒木大輔もあのコース投げてくる。よしよしよし、抜けました。吉武さんなら悠々セーフですね。あー、またあのコースか。よし、ライトで流した流した、やったー、さすが岡田さん。では約束のショートゴロかな。お、ショートゴロじゃなかった、抜けた、抜けましたね。よし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 、変えますよ。あ、そうですね、前回使ってなかった長崎さんにしましょうか。太陽で首位打者取ったことある長崎さんですね。遅いー、おーせ、あー、長崎さんナイスヒット。さすが元首位打者。でも足遅いな。はい、よし、ここで柏原さん。ダメね、どうしてもこう合わせようとして後ろへ下がってしまうから。あ、よしよしよし、抜けた抜けた。当てにできないですけどね、バントできないですから。あー、またあの球振ってしまった。よいしょ。まあ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 、4点取ったんで、なるべくリリーフの負担かかる前に終わらせたい例のコース。あー、ちょっと早かったかな。ここか。うん、さっきからなんか八重樫さんにやられっぱなしのような。あっ、押すボトコ間違えた。
ああ、よかった。結果オーライでしたね。え、まだ落ちんの？こんだけ疲れてんのに。よしよし、まだピッチャー変える様子ないから、これで押し通しましょう。だから、だあー、もうあげるかここで。よしよしよし。ホームランこそなれなかったけど、ナイスツーベース。さあ、かけさん、よし、かけさんも抜けた抜けた抜けた。これはいけるでしょ、三塁。あ、ゆうゆうセーフ。じゃあ疲れればね、こんな感じでいけるんですけどね。ああ、今日いいね、佐野さん。よしよし、スリーベースコース。で、長崎さん、ああ、ショートゴロになっちゃった。さあ、もう一回ぐらいいけるかな。あー、ど真ん中投げてしまった。で、若松さん、よいしょ。あー、うまいなー。あー、レオンか。インサイド、うわー、いかれてしまった。あー、ボール気味に投げたのに全然曲がらんかった。うん、ボールが遅くなってきたような。もう限界かな。回るしねえ、9番回りますから代打だそうかな。おお、カシャバーザヒット。よし、代打男川と。あんまり歌んのよね、でも。ああ、また例のコース振っちゃった。切れるな切れるな、切れた。よし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 、振り遅れたけどライト線へのヒット。ナイスバース。セカンド間に合う？あー、遅い。で、掛布さん、あー、ダメやった。さあ、山本さん、はい、間に合いました、よかった。だいたい言わした。では、お墓
回裏で変えてきましたね、ピッチャーの打順だったんで。いましたね、この左のサイドハンドだったと思うんですけどね、安田さんって。めちゃくちゃ打ち抜く。うわーうまいなー完全にフルタイミング狂わされてる。さあ9回裏、栗山さんトップバッターからか。よしよしよし、まずピッチャーライナーかな、あれは。インサイドレレーのボール、あー全然ストライクいってしまう。思ってたほど、あーもうカーブ曲がらないようになってきてんのかな。よいしょ、これで落ちる球、落ちなかったうわレオンかさっきホームラン打たれたからなまあまだ打たれてもって言ってたら、おいまだ8点差あるんで。よいしょマイクぶつけてしまいました、すみませんもう分かってるんですけどね、ピッチャー弱すぎますね。あーなんとか危なかったですけど勝つことができました。ではちょっと次回のでまた次回に持っていきたいと思います。ありがとうございます。